はい、ということで私たちはご主人様の部屋に来ております。来ております。現在時刻は朝の8時半。いい加減起きないと遅刻しちゃう時刻。クソ虫以下のご主人様はまた寝坊。どうせまたいかがわしいサイト見て夜更かしでもしたんでしょ、この猿は。相変わらず猿並みの学習能力にお仕えする身としてこれ以上の恥ずかしめはありません。それにしても汚い部屋。ご主人様の汚らわしい匂いが充満していてなんだか気分が悪くなってきました。掃除するこっちのことも考えてほしいわよ、このボロ雑巾。ちっ、そろそろ起こしますか、この可燃ゴミ。はあ、そうですね。さっさと叩き起こしてこの不臭のする部屋から退散しましょう。それにしてもご主人様って黙ってれば可愛いのに。一生寝ててくれないかな。掃除楽だし。そうすれば減らず口も効かなくて済みますね。呼吸だけしてればいいのに。いや、もはや自律神経が邪魔ですね。途絶えさせましょう。こんなところに釘がびっしり刺さったマットが。あら、ちょうどいいところに刃渡り20センチ近い金バサミが。ご主人様、朝ですよ。早く起きないと遅刻してしまいますよ。まだ起きないの？まだ起きませんね。仕方ないな。起きな。起きてください。早く起きないと。お仕置きですよ。お仕置きですよ。クズ。